列車沖縄到着。すごい、めっちゃマリカーが走ってる。今夜の8時になるんですけど、今日は超久しぶりに夜遅めの飛行機ということで、今日は、名護に泊まって、大志郎も名護の方にいるので一緒に向かって、まあ、明日から行動開始って感じで、まあ、前乗りみたいな感じですね。一緒に沖縄を楽しみましょう。今日すごい千葉もあったかくて、気温が23度4度ぐらいあったんですけど、あんまり沖縄と変わらない。沖縄の湿気もだいぶ消えたから、めちゃくちゃ涼しく感じますね、前回来た時より。もしもし、あれどこにいる？いつものとこにいない？奥、いたわ。今行くわ。いないと思ったらめっちゃ奥にいた。あ、まあ、ボロクソ言われてた。これ？最高。雪見大福。雪見大福。このショコラチョコの美味しいんじゃないですか。食べたことないけど美味しそう。ちょっと休憩ですね。どれぐらい経った？1時間ぐらい。1時間ぐらい。あのやっぱりステーキ。そう、今回名護だからね、ちょっと遠いんですよ。今ファミリーマートでチンスコーのアイス。チンスコーのアイスね、マジうまいから。本当はブルーシールのが一番うまいんだけど、これも美味しい。乾杯。邪魔にするやん。うまっ。は、マジでめっちゃうまい。うどんでうまい。これはやばいね。沖縄に来たら食べてみてください。これね、うまい。久しぶりに食べた。これしょっぱくて甘じょっぱい。じゃあまた明日。また明日10時に。お願いします。バイバイ。バイバイ。気をつけて。気をつけてね。はい。俺が。そうね。202、ここですね。どんな感じ？普通のアパートっぽい、こういう感じか。もう全然十分ですね。こんな感じで本当に一人暮らしの家って感じ。お風呂、洗濯機あるのすごいな。でも明日帰るからな。うん、あの十分ですね。これは十分すぎますね、僕には。はい、というわけで今日はここで寝て、明日また大志郎と会うって感じです。はい、今回は今日日曜日なんですけど、日月火水木まで沖縄にいるので、できるだけ動画撮れるように頑張ります。はい、というわけでまた次の場面で会いましょう。
ポイ捨てを拾ってるね。好感度上げようとしてるじゃないですか。いや、大志郎はね、いい子だよ。思うよ、本当に。思うよ。マジ？うん。大志郎はあんな見た目だけどね、意外としっかりしてて、うん、いい子です。マルチデキストリング。何？もう一回言って。マルチデキストリング。マルチデキストリング。マルト？マルトか。これなんか意味あるんですか？Jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough.I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold.12時57分。一応トレーニング終わって、何しよっか。風が気持ちいい。てかそうだね、1週間前も沖縄来たんですけど、すごい涼しくなった気がする。1週間で、ね、今が過ごしやすいです、ね、うん、ちょうどいい。もう海には入れるか入れないかぐらい。そうだね、多分暑かったら、晴れてれば入れるぐらいの気温かな。だ、本当は海行きたかったんですけど、この後そうちょっと曇ってて、もっとね晴れてる時に海行った方が綺麗なんでね。とりあえず中部方面に帰りますか。中部行きますか。何トレしたの大志郎？俺、はい、今日は全身。足やってないじゃん。足以外全身。足以外全身。たしなむ程度でトレーニング。たしなむ、トレーニング言うこと違うわやっぱ。飲んでみる？飲んでみたいです。いいよ。脂質 0.8 にタンパク質81が意味が分からん、うん、すごすぎ。やばいよね。でカーボが 1.5。 時代進んでるね。いっぱいでなんタンパク質どれぐらい？25 50 50。1食分脂質 0.2。 初ネイチャー感ミックスベリー味です。ジュースじゃない、うん、ぬるくてもうまい。なんでネイチャー感だから。俺もプロテイン始めようかな。なんでその体で始めてないの。バーって言ってこのままパッて取りますよ。すげえ。マジ、うん、ハチハチって沖縄にしかないんですか？ないよ。ステーキ屋さん多すぎ沖縄。うん、ステーキハチハチは去年来たな。俺は半年ぶり。夕方の5時から らしい。夜は、夜というか次はちょっと閉まってたから次行こう。じゃあ俺らのやっぱりステーキ。やっぱりステーキ。またまあ全然いいんだけどさ、すごい南国感が。
いい感じです。というわけでちょっとステーキ屋やってないから違うとこ行きましょう。はい、久保君、おはようございます。ここで最高じゃないですか。こんなとこでちょっと今日波強めだけど最高。これが沖縄ですね。沖縄パワー、乾杯。ローソンのコーヒーあんまり好きじゃないんだけどめっちゃうまい。次どこ行きますか。チェックイン、チェックイン。 OK。